罰を受けなくてはならない。携帯のカメラがフラッシュするたびに校舎の壁を白く照らし出す。ここは無人だ。ただ俺と彼女だけがいる。またここに来てしまった。どんな精神状態なら同じ人間をここまでできるんだ。この造形はどうだ。これには誰かの意志が、情熱が宿っているじゃないか。確かに動物の中には食うためでなく遊びのために他の動物を殺し死体を放置する者もいる。ライオンやサルやイルカのように社会性の高い動物の群れでは差別や虐待もある。だがそういう他者への攻撃衝動を作品にまで高められるのは人間だけだ。本当にそれだけの理由か。ここは死者のパーティー会場みたいな場所だ。凄惨な遺体は他にいくらでもある。どこの誰かもわからないこんな死体に、なぜ俺は。教えてくれ、君は誰なんだ。もうそんな時間か。マイを探さないと。あいつは俺がついてないとダメなんだ。そういえば持田の妹、あの子はどうしているだろうな。さっき俺はついあの子を追い回して怖がらせてしまった。まるで自分の中で別の自分が目覚めつつあるような、そんな感覚だ。ダメだ、こんなのは俺らしくない。この悪夢みたいな場所のせいか。携帯に保存した画像や動画は全て消しておかないと。彼女の姿も。ここはどう考えてもいつもの学校の中じゃない。生徒会の仲間とクラスメート数人で例のおまじないをして、多分私は貧血か何かで気を失ってしまったんだと思う。目が覚めたらこんな気味が悪いところにいた。友達の姿はどこにもなかった。最初は、瞳子たちのいたずらだと思ったんだけど、どうもそんな雰囲気じゃない。怒っても、叫んでも、さすがに怖くなって、もうやめてと頼んでも、誰一人現れない。なんだか、悪い夢を見ているみたいだ。むしろ、夢であってほしいと、心から思う。一人でこんなところにいるなんて我慢できない。とにかく誰かに会いたくてたまらない。せめて私の名前を呼んでほしい。私は山本美月、白檀高等学校の2年生で生徒会の書記。私はここにいるよ。ここも窓と同じで開かない。どうなってんのもう。美月さん、俺だよ、黒崎。黒崎？どこ？美月さんも大丈夫なんだ。怪我とかしてない？うん、私は平気。黒崎、みんなは？わからないんだ。俺もさっき気がついたばっかで、大地どうして自分がこんなとこにいるんだかも。だよね、私たち生徒会室にいたよね。なのにどうしてこんなボロい学校に。気絶してる間に誰かに連れてこられたってことかもしんないけど、こんなことするやつなんて。うん、まともじゃないよ。黒崎見た？ここって死体だろ。見たよ、人生初の体験だよ。リアルでしょんべん漏らしかけたぜ。やだ下品。だけどマジでヤバいと思う。早く刻みや袋井たち探して、ここを脱出しないと。そんな穴ピョンって飛んでこっち来ちゃいなよ。あんた野球部だしスポーツ得意でしょ。無理だって、陸上部ならまだしも。使えない。そのうち補欠に回されちゃうんじゃん。厳しいな。美月さんらしいっちゃらしいけど、とりあえずどっか遠回りしてそっちに行ける道がないか探してみるよ。え、ちょっと。そこで待ってて美月さん、ついでに他の連中も探してくるからさ。そんな慌てなくていいって、しばらくここにいてよ。一人にしないでよ。私性格きついからな。普段クラスでも生徒会でも姉御ポジションっていうか、やっぱエミみたいにおとなしい子じゃないと男子から女の子扱いされないか。やっぱり県外、こういう時こそ使いたいのに。時計もおかしい。さっき落とした時にどっか壊しちゃったかな。よかった、探したぞ美月。袋井、無事だったんだね。よかったし、黒崎いなくなっちゃうし、さすがに泣きそうだったよ。なんだよ、いつもの美月らしくないな。健介も一緒なのか。その穴の向こう側にいたんだけど、こっちへ来る道なくってさ、迂回路を探しに行っちゃった。そうか、あいつは考える前に行動するタイプだからな。会えてないの？ああ、大川や片山も見つからなかった。刻みも。刻みくんは平気でしょ。まあな、あいつみたいに体力も精神力もある人間ならこんな状況でも。とりあえず黒崎と合流して、それからみんなを探そう。じゃあ俺たちもこっち側から迂回できる道を探してみるか。大丈夫かな、私たちがここ離れてる間に黒崎が来たら。その時はあいつがここで待っていてくれるさ。むしろ健介と俺たち両方で迂回路を探せば合流が早くなるかもしれない。それに探してるうちに他のみんなと会えるかもしれないだろ。そうだね、ここでじっとしてても始まらないし、瞳子たちのことも心配だし。ああ、一刻も早く全員の無事を確認しないとな。これまだしけってなければ使えるんだけど、火ついてくれるかな。こうしておけば少なくとも生きてる人間がいることはわかるはずよね。フクロイン見て、ここに何か。確かに何かあるが、取れそうにないな。なんか口の奥にあるみたい。口の中に何かあるのは見えるんだけど、さすがにねえ。俺が調べてみるよ。這う感触ってのはそう気立つな。これは何かの鍵みたいだな。さっきの鍵で開けられないかな。何これ。絵の具じゃなさそうだな。フクロイン見て、ここに何か。確かに何かあるが取れそうにないな。そうだ、パレットナイフなら隙間に入るんじゃない？よし、出てきたぞ。鍵だ。さっきの図工室の鍵とは形も大きさも違うね。